夏だし、たまには怖い話を読みたいということで、今回はこちらの夜道というホラーノベルゲームをやっていきたいと思います。はじめから。久しぶりだな、こういうの。お、駅だ。おう。あれ？ここどこだ？なんか都内の駅っぽいね。電車の中で寝過ごしたら、降りる駅を過ぎてしまったようだ。あるある。全然知らない駅だ。この電車で終電だし、折り返しの電車もない。わ、最悪。最悪だね。でもなんか都内のこの感じの駅で知らない駅ってなさそうな感じしちゃうけど、どんぐらい寝過ごしたんだろう。佇んでいるだけでじっとりと汗ばむ蒸し暑い夜。漫画喫茶でも探すしかない、ないか。いや、5時は気にしないでいきましょう。ないか。うん。駅の外に出たはいいけど、薄暗いしどっちに行ったらいいかわからない。え、てかタクシー探したらよくない？なんで？次の日休みなのかな。スマホで位置確認を。うん、そうだね。え、スマホがない。どこかで落としたんだ。あー、あれでしょ、あの電車のシートに置きっぱで出てきちゃったんでしょ。どっちに行こう。おー、いきなり選択肢。てか思ったんだけどさ、このゲームのテーマなんとなくあの都市伝説の如月駅に似てるよね。なんか確かあの都市伝説だとなんか線路沿いに行ったような気がするんだけど、とりあえず住宅が行くか。とりあえずね。とりあえず人気が多そうなところに行ってみよう。暗がりを歩いていると家から人の笑い声やテレビの音が漏れてくる。誰かがいると思うとなんとなく安心する。まあわかんなくもない。ん？足音するね。後ろから誰かの足音が聞こえる。会社帰りの人だろうか。そうだ、近くに漫画喫茶がないか聞いてみるか。ん？あ、そっかそっか、スマホがないからか。僕は足を止めて振り返った。すみませんって、あれ？後ろには誰もいなかった。シンプルに怖い。シンプルに怖いね。確かに人の足音がしたのだが、仕方ない。恥を忍んで家の中にいる人に聞いてみるか。ちょっと厳しくない？それはなんか交番とか探したらいいのに。この辺りの家は皆ブロック塀で囲まれている。うん、どこかに入り口があるはずだ。どこかに、いつかもその辺にあるんじゃないの。僕はブロック塀に沿ってぐるぐる歩き続けた。5分10分。嘘、ない、入り口がない。え、どんだけ家長いんだよ。100メートルぐらいあんの。そんなバカな。じゃあ中にいる人はどうやって家に入ったんだ。キャハハ。家の中から小さい子の笑い声が聞こえる。いつしか僕は早足になっていた。もうこれ主人公完全に変な街に取り込まれちゃってんじゃん。異世界に取り込まれちゃってる。僕は向きになって歩き続けた。暗い夜道に延々とブロック塀が続いていた。いつまでも塀が途切れることはなかった。おお。さまよえる夜道エンド。なんか一瞬これ主人公がさまよえる夜道エンドって言ってんのかと思った。エンド回収ね。さまよえる夜道。はい、じゃあここに戻ってきたけど、じゃあ次歩道橋行ってみましょうか。大して変わんない気がするけどね。ちょっと高いところへ行ったら街の様子がわかるかもしれない。重い足を引きずりつつ僕は歩道橋の階段を登った。まあ確かにね、車とかあるかもしれないからね。ふう。一息ついて辺りを見渡したが、暗闇が広がるばかりで見当もつかない。マジか、誰もいないのかな。参ったな、どこで一晩過ごそう。タクシー、あ、そっか、スマホないからタクシー呼べないのか。とぼとぼと階段を降りようとすると、うわ怖い、何この写真、怖、なんか怖い、なんか青いし、なんか怖いわ。語彙力終わってんだけど。ん？影。僕の影ではない。周りには誰もいなかったはずだ。背筋が冷たくなり鼓動が速くなる。誰か確かめたいが体がこわばり振り向けない。とにかく距離を取らないと。足早に階段を降りようとしたが、なぜか足が動かない。足が地面にめり込んでいるようだ。大丈夫か、液状化現象か。足をバタバタ動かしたが一向に前に進まない。どうなってるんだ。
もがいている間も影が近づいてくる。怖っ。うわー、恐怖のあまり大声を上げた。水を打ったような静けさの中、僕の声だけが暗闇に響いていた。わ、怖っ。迫り来る影エンド。いや怖いね。なんかさ、地震が、大きい地震が起こった時とかさ、なんかアスファルトが液状化して、なんか足とか体がめり込んじゃうみたいな、なんかそういう現象があるみたいだから、みんな気をつけましょうね。じゃあ最後線路沿いか。なんかこれだったらなんか解決に向かいそうな気がしてくる。線路沿いなら何かしら店があるだろう。あ、確かにね。街灯だけを頼りに薄暗い道を歩いた。え？何この音何この鉄板叩いてるみたいな音。どうした？わあ、びっくりした。鐘の音か。どっかにお寺でもあるんだろうか。これ鐘の音か。なんか鉄板か金だらいかなんか叩いてる音かと思った。でもこんな時間に鐘なんてつくのか。煩悩を消してんじゃない？しばらく歩いていると電話ボックスを見つけた。そうだ、友達に電話してみよう。一晩くらい止めてくれるかもしれない。え、でもさ、こっから公衆電話に電話したとしてもさ、友達にここどこなんだって言えなくない？どうすればいいんだろうね。電話ボックスに入りドアを閉めると、ガツ！妙な音がした。嫌な予感がしてドアを開けようとすると、え、開かない。ドアを閉めた時に何か挟まったようだ。どういうこと？ドアをガタガタ揺らしてみたが一向に開く気配がない。どうしよう。立て付け悪いんじゃないの？どうしよう。緊急ボタンって公衆電話についてるの？知らなかったんだけど、ついてんのかな。電話をかける。扉を叩く。じゃあとりあえず叩いとこうか。バンバン。僕は扉をどんどん叩いた。強く叩けばドアに挟まっているものが取れるかもしれない。まあ、どんな感じで挟まってるのかちょっと想像しにくいんだけど、ドアを拳で叩いたり肩を当ててなんとか外に出れないか試してみた。だがドアはカタカタ言うだけで開かない。うわ、焦るわ。こういうのめっちゃ焦りそう。こういうの、しかも夏場だしね。何時間経ったろうか。いや、熱中症で死んじゃうよそろそろ。密室のせいか異様に暑く、汗が滴り落ちてくる。ほら、いつまでもここにいたらまずい。頭では分かっているのに、だんだんと頭が朦朧としてきた。ドアを叩く手にも力が入らなくなり、力なく僕はドアに寄りかかった。どうにかして出ないと。上ごとのようにつぶやくと、そのまま膝から地面に崩れ落ちてしまった。そのままドアは開くことはなかった。ドア開きます。密室の夜道エンド。うわー、熱中症エンドじゃんこれ。なんでドア開かなくてか、何が挟まってたんだろうここに。てか、どういう風に挟まってたんだろうね。てか、この選択肢見て思ったけど、これ何時間も扉叩くんだったら電話かければよかったじゃんって思うよねさっさとかければよかったじゃんって。じゃあ電話かけましょうか。とにかく誰かに連絡しないと。10円か100円しか使えないのか。そんなもんじゃない？現金なんて持ち歩いてないよ。出た、キャッシュレスか。テレフォンカードなんて持ってないし。やけになって僕は受話器を取り、耳に当てた。お金を入れてないのだからどこにも通じるわけないのに。が、受話器から何か聞こえてきた。って、何女性の声だ。お手ジョン、お手、ワン。遠くで囁いているような声でうまく聞き取れない。どうしよう。どうする。ダイヤルするとなんかできちゃいそうだから、先に受話器を置くやってみようか。声が聞こえたのはどこかと混線してるだけだろう。お金も入れてないのに繋がるわけないし。実際そのなんか電話が混線して変な声が聞こえるとかってあるのかな。経験がないんだけど。僕はゆっくりと受話器を元に戻した。と、その瞬間。おー！電話鳴った。え？この電話が鳴ってる？公衆電話に電話をかけてくる人なんているのか？待てよ。かけてきた人に頼めば助けてくれるかもしれない。そうだね。一縷の望みをかけ、受話器を手に取った。
なんでの？え？かすかに女性の声が聞こえた。雑音がひどくよく聞き取れない。でもとにかくこちらの状況を伝えないと。僕は見知らぬ相手にこの状況を伝えることにした。すみません、そちらのおっしゃっていることがよく聞こえないんですが、実は僕電話ボックスの中に閉じ込められていて。いやー無茶だと思うよこれ、相手どんな人か分かんないもんな。お、何？なんで私の話を聞いてくれないの？突然叫ばれた。え、怖。急に切れるじゃん、怖。うわ、なんだよこれ。慌てて僕は受話器を戻した。怖いわ。わ、またなんでここにかけてくるんだよ。間違い電話か。受話器を取るべきか取らざるべきか。公衆電話をじっと見つめていると、うん。僕はあることに気づいた。え、なになに？受話器のコードが切れている、はあ、受話器のコードの先は電話機本体につながっておらず、ブランと垂れ下がっている。じゃあどうして声が聞こえるんだ。なんで。また女性の声がした。僕は受話器を取っていない。どこから声が聞こえるんだ。どういうこと、すごい怖いじゃん。何これ、外には誰もいない。なんで私の話を聞いてくれないの。ヒステリーだね。電話ボックス内に叫び声が響いた。僕は思わずその場にへたり込み、両手で耳を塞いだ。耳を塞いでも声が聞こえてくる。いつまでも声は響き渡っていた。怖。疑惑の夜道エンド。どういうことなの？その女の人は一体何なの？正体とかあんの？じゃあこの電話かかってきてどうするかっていう選択肢でダイヤルしてみましょうか。とりあえず番号を押すってことでしょ。一体なんて言ってるんだ。受話器に耳を押し付けて声を聞いてみた。金をダイヤルして。お金要求されたの？金？お金のことか。いや違う、さっき鳴ってた金のことじゃないか。あー鳴ってたね、そういえば金だらいみたいな音が。金は3回鳴ったから3を押せばいいのか。もう考えても仕方ない。うん、僕はやけくそ気味に3を押した。ガツ、何かが落ちた音がした。電話ボックスのドアを恐る恐る押してみた。うん、キー。ゆっくりとドアが開いた。どういうこと？やっと開いた。思わず飛び跳ねた。とドアが開いたのはいいけど、今晩どうするか考えないと。え、何それ、どういうことそれ、何その脱出ゲームの仕組みみたいな。しかも何、ちょっと公衆電話に閉じ込められるだけのイベントだったのこれって。僕は我に返った。あの、すみません。え、男性の声が聞こえた。慌てて周りを見渡したが誰もいない。もしもし、大丈夫ですか。え、その瞬間見慣れた風景が現れた。え、電車に戻ってきたのかな。いつも使っている電車の中だった。おー、目の前には男性が立っている。車掌さんだった。おー、あれ、電話ボックスは。電話ボックス、車掌さんが怪訝な顔をしている。どうやら夢を見ていたようだ。おー、でも戻ってこれたんだ。いや、なんでもないです、すみません。そう言うと僕は慌てて電車を降りた。うん、夢と違って最寄り駅で降りれた。おー、よかったね。疲れてるみたいだから家でゆっくりしよう。大きくあくびをしながらプラットフォームを歩いた。なんか夢落ちかなこれは。うん、うん？背中に電気が走ったような感覚が走り、思わず足を止めた。さっきの車掌さん、なんで冬服だったんだ。え？どういうこと？こんな暑い中、あんな厚手の服なんて着ないだろう。でもなんか駅員さんって割と一年中スーツみたいなの着てるイメージあるけどね。しかもこの鉄道会社の制服ってあんな真っ黒だったか。僕はさっきまで乗っていた電車の中を覗いた。電車は今まさに発車しようとしている。うん。いない。車掌さんの姿が見当たらない。そんな、ついさっきまでいたのに。思わず僕は走り続ける電車を追いかけた。おお。なんか
友達が遠くに行っちゃうから電車の窓を追いかけるみたいなそういう感じかな。電車は加速をつけ、あっという間に暗闇に消えていった。僕は呆然と電車を見送った。あの車掌さんに会うことは二度となかった。どういうこと？冬に飛ばされたってこと？電車の中、電車だけ冬だったってことなのかな。あ、夜道エンド制作ツール、ティラノビルだ。あ、これ正規ルートかな。正規ルートっぽいな。なんか夜道エンドだったし。マジか。はい、プレイいただきありがとうございました。まさかの正規ルート先に見ちゃったんだけど、この公衆電話に閉じ込められてどうするかっていう選択肢で、緊急ボタンを押すをやってみましょうか。残るのこれだけかな。電話機を見ると赤いボタンがついている。あ、これか。これが緊急ボタンなのか。そうなんだ。これなんかあんま意識して見てなかったけど、そうなんだ。緊急通知ボタンのようだ。これを押せば誰か助けに来てくれるはずだ。受話器を取りボタンを押してみた。でもさ、こういう公衆電話ってさ、なんか何十年も何十年もそこにあるからさ、なんかこういうとことか普通に壊れてそうな感じがしちゃう。どうなんだろう。何も反応がない。何度押してもどこにも繋がらない。どうやら壊れているようだ。あ、やっぱそうじゃん。絶対壊れてるって。そんな、参ったな。ふと電話ボックスの外に目をやった。なんだあれ。暗闇の中に赤いものが光っている。何、緊急ボタン緊急ボタン外にもあった。とその瞬間、何電話ボックスに衝撃が走った。一瞬ドアが開きかけた。何かが電話ボックスに体当たりしたようだ。野犬いや、危ない。いや、あんな大きいはずがないか。じゃあなんだ。何、どんだけでかいのがいいの。一体何なのそれ。獣は体当たりした後再び闇の中に消えたどういうことなんで一体、なんで一回体当たりしてきたの。どういうことどういう、なんで、何しに来たの。しかし二つの赤い光はこちらに向けられている。あー、獣の目ってことか。一応こっち伺ってんだね。恐怖で混乱する中、僕はぐるぐると考えた。さっき獣がドアに体当たりした時、一瞬ドアが開いたぞ。あー、衝撃で。外からなら開けられるってことか。でもこの状況で外に出れたとしても獣にやられる。ね、食われちゃうね。くそ、どうしたらいいんだ。獣は勢いをつけ再びこちらに向かってきたなんかあれか、助走をつけるだけの知能はあるってことか。うわー、夜空に僕の声だけが響いていた。うわー、なんかいい終わり方したな方向の夜道エンドいいな。これなんだこのエンド、謎が多すぎるぞ。一体何なのその獣は。はい、あ、終わった終わった。なんか回収してないやつとかあったっけ。はい、全部のエンディング回収できてました。よかったなんかすごい謎が多かったね。女の人の正体何だったんだろうとか、あの獣の正体は何なんだろうとかなんかすごい謎が多かったけど、とりあえず私の一番好きなエンディングは方向の夜道エンドですねとりあえず公衆電話に体当たりしてくる謎の獣っていう、いや面白かったですね。またこういう感じのホラーノベルあったら時々読んでいきたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。